イ之助トシエ1月5日から1952年10月11日は、日本のジャーナリスト、政治家、衆議院議員、福井県出身、1911年日本大学法律科卒業、順天中学校教諭、26新報記者を経て、日本浪人社を設立し、雑誌、日本浪人を主催する。さらに警告者を設立し、雑誌、政治及び経済界を主催。 その後、声優会に入党し、司法大臣秘書官、内務大臣秘書官を経た後、1924年の第15回総選挙に無所属で立候補して、初当選。4年後の第16回総選挙では、声優会の公認を得たものの時点になく。さらに2年後の1930年の第17回総選挙で帰り咲き、以後連続5回の当選を果たした。広田内閣では、 外務政務次官を務め、後外務省委員となる。1939年の政友会分裂に、際しては、久原久之助や鳩山一郎らと共に政党派に所属した。政党解消後は、翼3議員同盟に合流し、1942年の第21回総選挙では、翼3政治体制協議会の推薦候補として立候補し当選している。その後は、 翌3政治会、大日本政治会に所属した。戦後は、休日政界系の日本新歩党の決闘に参加したが、非政界を母体にしていたとはいえ新歩党所属議員の大半は、かつての民政党と、政友改革新派、政友会統一派に所属していた議員で、かつての政友会政党派に所属していた議員で、進歩党に参加したのは、いいのと、中井和夫、 西川定一、寄光義明、高畑亀太郎、三好信房、綾部健太郎の計7名のみだった。しかし翌三選挙で推薦候補だったことがわざいし、1946年に公職追放にあった。追放解除後は1952年3月6日に設立された福井放送の社長を務めたが、7ヶ月後の10月11日に66歳で、 死亡した。ありがとうございます。